はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今日は、スカイブルー、チューハイでしょうか。スカイブルー、パインスプラッシュというパイン味。あれですね。スカイウォッカのやつですね。スカイブルー。パイナップル果汁 1%。アルコール度数 4%。こっちの方がまだ、なんか炭の風アイスよかいいな。アメリカで人気のプレミアムウォッカスカイを使ったスッキリ爽快なスカイブルーにパイナップルの甘さを合わせた炭酸入りオリジナルカクテルです。原材料名がウォッカとスピリッツと、パイナップルと糖類と酸味料と香料と炭酸ガスですね。それでは。乾杯。うわ、こっちはこっちですごいな。あ、パイナップル。なんだけど、香りがなんかあの、どぎつい香水の香りがするな。おぎつい氷の、あの、香水の香りがする。すごいな、これ。恐ろしいな、これ。なんやろ。ものすごいエキゾチックな。まさに嗅いだことないようなような、なんか、恐ろしい、強い。強烈な香りの後に、あの、パイナップルジュースっぽい味が、するんだけど、もはや、もう何の、あれか、全然わかんない。スカイウォッカーなんて使ってるなんて、思う、どころの話じゃない、これは。なんだこれは。もはや何の飲み物かも、あの、わからないぐらいの香りがする。この恐ろしい香りなんだけど、なんか、この味っていうか香りからすると、もうなんか、なんだろうな、色がさ、これ透明なんだけど、実は、なんか中身は、もうこの色がさ、なんかピンクっぽい、っていうか、どぎつい色に思えてくるね。なんかさ、ピンクとか緑とか、なんかものすごいカラフルな飲み物を飲んでるような、錯覚をするぐらいの、あの、意味不明な香り。なんだこれは、うん、これもはや飲み物じゃないんじゃないかって思うレベルの香りですね。これわざわざスカイウォッカ使う必要ねえんじゃねえか。もはや使ってるかどうかも全然わからない。もう根本から言うと、ウォッカの香りっていうか、ウォッカの味なんて、あの、1ミリもしないからね、これ。もはやウォッカの意味がないっていうか、ウォッカの意味がないっていうか、もはやどぎつい香りと、が全てをぶち壊してる。スカイウォッカの良さも、何もあったもんじゃないね。もうちょっとさ、もうちょっとマイルドなさ、香りとさ、味とかさ、せめてこの香り、香料使いすんじゃないこれ。サントリー、香料使いすぎじゃないこれ。
本当にせめて、この香料なしにして、で、パイナップルの味と、ちょっともうちょっとアルコール度数 4% だとさ、あれやから、6% ぐらいにしてさ、香料なんとかした方がいいと思うけどな。もうこれだとスカイウォッカの、あの、良さっていうか、もうこういう味なんだなっていう、イメージ、変なイメージ抱かれると思うよ、これ。ものすごいまずいね。ものすごいっていうか、まずい。これはものすごいまずい。一言で言うならば、ものすごいまずい。まあ、まずいっていうか、まあ、臭い。でもまあ、捨てるまででもないから、まあ、あれだけど。本当にあの、捨てるレベルになると、一つ押し付けるけどね、俺は。まあ、捨てないけど、飲むけどさ、まずいなって。いやいや飲んでる感じ。まあ、とにかく香りがどぎつい。どぎついとか。レベルを超えた道具使い。2452です。ご視聴ありがとうございました。